皆さんこんにちは。昼ラジオ木曜日「ミスのチラトーク」パーソナリティの中地美鈴です、えー。先ほどまで番組を担当しておりました宮島さんとおしゃべりをしてで映画を紹介してたと思うんですが現在シアタードーナツでやっている奇、えー、奇跡跡のの教教室室こ <coughs>、はい、ここにないないあ、こっちだこっち、えー、奇跡の教室。今シアタードーナツで上映されているんですけど。 ああ私もすでに映画館で見た、いやシャタードーナツも映画館で、えいやそうなんだけどつって、<laughs> もうちょっとあの大きいあの沖縄の、ね、企業が経営しているところの方の映画館で見たよっていう話をね今やっててて、奇跡の教室あの、シネマパレットでしょってこれいやいや、シネマライカムでやってたよってって、いやー、シネマパレットでしょ、ライカムだよ やってたーって言ってでそのちゃんと見た証拠を見せてたっていうね <laughs> もうオープニングから何をやってたんだっていう状況ですけどもう絶対に見たっていう証拠を見せたくってオープニングが始まっても「いいやみーくんもう曲かけといて」っつって <laughs> そういう状況だったんでねオープニングスタートして、えー、1分ぐらいでようやく <laughs> 席に着いたという状況なんですけどこのね あのオープニング何を話すかっていう前にちょっとこのの映画の話をささせてください今ね、ねシアタードーナツでも上映されています奇跡の教室受け継ぐ者たちへ」というあの実話を元にしたあ感動作品なんですけどあ,のある高校が舞台でもうあの他の先生方からも他の生徒たちからもそのクラスは落ちこぼれの集団だよねってもう見下されているで本人たちも自分たちはこうだからって。 っていう自分たちが自分たちに対しての諦めも持っている教室に、えー、先生があの歴史の先生社会の先生歴史の先生だったかなが、あのー、その子たちの可能性を諦めずにずっとこう、あのー、コンクールに出よう全国歴史コンクールに出ようってその子たちに呼びかけていってでこう徐々に徐々に子どもたちがね この高校生たちが心を開いて、うん、で、えー、アウシュビッツについて難しいテーマをね、挑んでいくわけですよ。イェー。ーはいはい。いあ、ビジーも大きい。うん、あ、ユンタク聞こえない。<laughs> 若,干ね、<laughs> 若干ね。こんなに一生懸命映画の奇跡の教室紹介しているのに、ねえ。<laughs> だからもう一回。OK ケー。<laughs> <laughs> もう一回しゃべります <laughs> <laughs> あ原因が大きいんじゃないこれあだからそうだからシアターンターもオープニング曲回ってるささあもう一回しゃべるぞ BGM が大きくてユンタクおしゃべりが小さかったっていうことなのでもう一回しゃべるぞ <laughs> <laughs> えっとだから今ねシアタードーナツで「奇跡の教室受け継ぐ者たちへ」という 映画がやってるんですよで私去年の10月に、えー、とシネマライカムで見たっていう話をね先ほどパーソナリティ担当してた宮島さんと話をしていたんですよしんちゃんとしんちゃんと飲んだことないしんちゃんパパとはしょっちゅう飲むのに <laughs> しんちゃんと飲んだことない宮島しんいち兄ちゃんと、はい、まあまあそれを置いといてでこれねだから、えー、もう一度話をすると。 えと実話を元にした感動作品なんですが、えー、とある落ちこぼれクラスの子たちに歴史の先生があのもうみんながもう見捨てたこの落ちこぼれのクラスを歴史の先生が見捨てずにその子たちの可能性を、あのー、見て絶対にそんな全国歴史コンクールで、あのー、優勝勝ち取ろうみたいなでその、えー。やっぱり難しいテーマである アウシュビッツについて彼らが今の彼らが見て思ったこと考えたことこれを発表しようってでそれで、あのー、コンクールに出て優勝を勝ち取るんですよ。でねその子どもたちの心の変化、あのー、でこの友達同士のとの衝突とかも描きながら彼らのえー 成長とそれから先生たちとの信頼関係と友達同士との信頼関係がそのアウシュビッツをテーマに、えー、自分たちのことの平和についての考え方今の自分たちの平和のことについて、えー、感じながらそしてその友達同士先生たち同士との信頼関係あ自分たちってやればできるんだみたいないろんなことをテーマに凝縮して描かれているものなんですよ。 すすごく、ね、いい映画ですフランス映画なんですけどだからこうあの自分の中でフランス映画ってすごくこうゆったりとしててでこうその映画が伝えたいことのをこう読み取るってすごく時間がかかるなっていう思いがあってちょっと見るのをためらってたんですけどでもなんかこう予告でこれはちょっと。 ハド側の奇跡も含めてあこれちょっと見たいなと思って立て続けに見たんですよ去年の10月にもうねいい映画ですぜひ皆さん、えー、と現在、えー、と今来週の水曜日までシアタードーナツで、えー、と11時と夕方5時の2回上映を行っておりますチャージ料1300円ぜひシアタードーナツ毎週水曜日は映画鑑賞が200円割引となっております ね、祝日だろうが水曜日であれば200円割引ということですのでね是非こちらシャッタードーナツ沖縄沖縄小屋バス停目の前です是非ご覧になってください宮島さん紹介したよしんちゃん紹介したよ <laughs> あでも本当にあの OKOK、OK OK、<laughs> よかったよかったそうあバベルの学校 こ,うね、これもやってるんだねあこれは夏の次から2月9日からやるんですよいい映画が「ああ聖なる呼吸」はあ、また見たいねいろんなゆったりとしたソファーでドーナツを食べながらホットコーヒーを飲みながらぜひシアタードーナツで映画ご覧になってください。2月の、ね、上映作品 めっちゃいいもの揃っておりますぜひご覧になってくださいさあ番組進めていきますここからが本編です <laughs> オープニングあの2月最初の放送ですあのねラ夏のひととお付き合いいただきたいんですけどでもね本当にね今年さ時が過ぎるの早くありませんなんかこの間あ明けましておめでとうなんつって話をして どううなんでしょう皆さんどう感じますめちゃくちゃ早く感じるですよ私は。でね1週間前1週間前というか先週の月曜日は立川志の輔師匠が沖縄で落語公演「志の輔落語 in 日本沖縄公演」というタイトルで まあ通常は1月はパルコ公演っていうのをやってるんですけど、まあ、パルコが改装ということで各地域に自分から出向いていこうじゃないかっていうことを発表したがためにやらざるを得ないみたいな <laughs> 裏話ねあこれちゃんと言ってましたからねあの枕であの落語を始める前の枕。 トークでね、そういう話を師匠やってましたけどで、あのー、それでねお手伝いスタッフとしてお手伝いもさせていただき打ち上げでね師匠ともいろんなお話もさせていただきながらやってたんですよで週末は沖縄市産業まつりの司会もやっててなんかまだ1週間前の話なのに遠い過去のような気がしてだってもう2月でしょだって1月の話だもん。 早いほ、ね、んでもってなんか中学受験高校受験、ね、私立高校進学校とかやっている子たちなんかの結果発表なんかも出始めてますし、まあ、県立高校沖縄県内県立高校はこれから試験ですけどあとは大学もそうですよね。なんかこう学生ってこう先の動きっていうのがこの受験でまた定められるというか。 という部分では学生さんはありますけど社会人ってなかなかこう日々に流されてないっていうかこう何て言うんだろう学年が上がっていくステップアップしていくような感じがあるじゃないですか大人ってやっぱり社会人って日常生活に追われ仕事に追われなんかこう、まあ、会社所属とかなってくると何、えー、チーフとか主任とか。 係長とか課長補佐とか課長とか部長とかそういうなんかいろんなステップアップみたいなのがあるんですけどフリーランスなのでそういうステップアップみたいな何自分のステータスみたいなものが上がるっていうことがないのでなんか日々流されてなんかいる感じがしてこれは私だけでしょうか,なんか,だ,からだからこう 日々過ぎるのが早く感じているんでしょうか皆さんどうでしょうかぜひそれについてあの皆さんの日々思っていること時 <laughs> 過ぎるのはいや普通だよなのかぜひ教えてくださいさあ番組ではそういうね皆さんからのメッセージをお待ちしておりますこちらまでお送りくださいひるらじ12 atmarkgmail.com ひるらじ12 atmarkgmail.com h-i-r-u-r-a-j-i 12 gmail.com。アットマーク f m c 座でお聞きの方は、761、アットマーク、f m c o z j p 761、アットマーク、f m c o z j p f m ギノワンでお聞きの方は、797、アットマーク、fmgui の番 .com、797、アットマーク、fmgui の番、fmginoan.com w までお送りください。さあ、そして、えっ、ー、と、ツイキャスユーストリームでもね、配信しておりますので、ぜひね、 どんな顔をしているのかどんな状況で相変わらずドタバタ状態で送っているのかそういう様子も見ながらぜひねあのお聞きになってご覧になっていただきたいと思いますツイキャスの方からですとあのメッセージも送れますのでぜひお送りくださいお待ちしておりますメッセージ早速届いていますねラジオネームタロウスケさんですのほーんミスさんこんにちは風がすごく強くて空が飛べそうです <laughs> 鳥になっちゃうでもね意外とね沖縄もあのね、あのー、地面地面って言ったら変だな地上に降りてくるとさほど感じないんですけど私4階に住んでるんですがあの沖縄の言葉で言うと火事バーバー <laughs> もうね北風ピープ吹いているっていう感じなんですよめちゃくちゃ強いあやっぱり全国的に風強いんですね そ,っかそ,っかえそんなにそんなに何空が飛べそうなぐらいなの飛ばないでね危ないから <laughs> 人間羽がないから落ちるよ、うん、大変だぞ <laughs> 何がねライト兄弟みたいに夢を持って飛行機を開発するぐらいの能力があったらまた話は別だけどねもう今もう文明の利器はすごいからねはいまあでも太郎介さんもなんかやっちゃったりしてね 人間もこうやったら飛べますみたいな。<laughs> ごめんね妄想が激しいんだわ最近。危険危険。はい。<laughs> まあ、こんな感じでね、ツイキャスの方からメッセージを送っていただきますと、こういうやり取りできますんで、ぜひメッセージを送りください。さあ、リスナープレゼントもご用意しております。 昼ラジオを聴きの皆様へリスナープレゼントです。今週のリスナープレゼントは、えー、沖縄県は読谷村にあります沖縄ザンパミサキロイヤルホテルのランチペア券を2組様にプレゼントいたします。盛りだくさんの、えー、盛りだくさんのバイキングメニューとなっておりまして素敵な景色とともにお楽しみください。 この沖縄ざ波岬ロイヤルホテルのランチペア券欲しいという方ご希望の方はメールでご応募ください懸命に「ひるラジリスナープレゼント」本文にはあなたのお名前連絡先を必ず明記してくださいその際にぜひ番組に対するご意見ご感想ご意見ご意見ご感想をお送りくださいご応募アドレスですメールアドレスはひるらじ12 hiruraj12-gmail.com i までお送りください。締め切りは今週いっぱいとなっております。たくさんのご応募お待ちしております。ただ、当選された方、スタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能な方とさせていただきます。ご了承ください。先週のリスナープレゼントの発表です。先週は沖縄市は、えー、沖縄、 沖縄市の丘の丘上にございます、えー、沖縄グランメールリゾートのドレスライナーランチ券ペア一組様、えー、当選者はスヌーピースさんスヌーピースさんに当選決まりましたおめでとうございますこの昼ラジ、えー、月スカー水木金担当のね皆さんで昨日 おとと,いかおととい火曜日にあのみんなでねドレスだダイナーでランチをしてきたんですけどいろんなメニューがあってね美味しかったですでね飲み物温かい飲み物もハーブティーから紅茶までね豊富に揃っていてコーヒーだアールグレーだいろんな飲み物を飲みながらおしゃべりに花が咲いたという状態だったんですがそんな中ねあの私1人だけ遅れていったんですよ。その理由は あとで紹介したいと思います。多分、太郎ケさんとかは知ってるんだろうね。太郎ケさん。あ、ミスさん、妄想族だ。一緒一緒。あ、妄想族です。私。妄想族です。え、もう、独り言多いですけど、心の声が漏れてたりもしながら、妄想がね、そのまま声に出ちゃったりとか。まあ、それを置いといて。ね、私がその、えー、この、ヒルラジーパーソナリティのランチ会でやらかしちまったこと。 太郎さん知ってるよね多分 <laughs> その話についてはまた後で紹介したいと思いますさあ今日のメニューご紹介してまいりましょう <laughs> オープニング曲3回ぐらいかけたかけたね <laughs> <laughs> さてさてえー、っと今日の メニューなんですが、第1週目。あ、違う違う違う。健康と美をテーマにお届けします。チュラトーク。第1週目なので、今日はね、お肌のことについて紹介したいと思います。週末イベント情報、週末何する、どこ行くでは、沖縄県内のイベント情報をお届けいたします。そして、えー、ユンタクタイムの後は、くが肉テ羽なんですが、多分、 時間的に苦がにくってはいけないと思いますそんな感じで今日もこの後12時56分までお届けしますどうぞお付き合いくださいこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニュー乳酸は沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供他各社の協力でお送りします 先週の放送、録音だったんですけど、なんと、マイシャローナ1分弱しかかからなかったらしいですね。京都オープニングナンバーです。ザ・ナック・マイシャローナ 昼ラジー木曜日ミスのチラトーーーののトクおお届けしててててりますさてさてさてあのねススピーカースタジオのスピーカーねいつも番組するときにスタジオのスピーカーもちょっと大きめにしてやってるんですけどだからねこうちょっとなんとなく曲も聞こえるような感じでやってたりとかしてたんですけどなんか不具合があるらしくスピーカーカスタジオのスピーカーがね 聞こえないんですよ。なので、あの音声だけでお楽しみいただいておりますが、さあ、ラジオネーム太郎助さんからメッセージ届いてるんですけれども。えっ、ー、とミスさん今日は忘れてないですか？恥ずかしいや。あの、ユンタクタイムのお時間にこれ話ししていいです。今やっちゃうと。あのコーナーに行けない。<laughs> もうね。番組スタートしてからまだ。 一つもコーナーやってないのにもうすでに半分終わってるんですよ時間が <laughs> おししゃべりしすぎだよね後でやるはい <laughs> でね私がねあのそのコマーシャルかかってる間に Ustream のカメラは真正面から捉えてくれているのにツイキャスはちょっと斜めからあの映しているので私がちょっと画面何て言うんだろう あの操作するためにちょっとでも横を向くとすぐ横顔になっちゃうのでそれが嫌だななんて話をしたんですよ真正面からお願いしたいって言ったら真正面からのドアップっていやいやドアップも勘弁して斜め顔も嫌だけどドアップも顔面かもう勘弁して無理っていうか多分皆さんが耐えられないと思う自分自身が耐えられないから多分皆さんも耐えられないと思ううんやめた方がいいはい。 えっと何ミクさんスタジオにっい,いやスタジオじゃなくて事務所でご飯食べながらお弁当をねほおりながらあのあそろそろコインがなくあコイン30分延長できますってこれコイン入ってるのかしらねあのそういうのがなかったりとかすると食べながらあそろそろ切れるわって確認をしなするために見ながらやってるんだと思う。 うん、でしょ当たりでしょどんな感じ正解じゃあミックはいそのままマイク一番そんな感じはいえー、っと追でご飯食べながら向こうでモニターな感じで見てるえっとですね、うん、見る時と見ない時とあの作業しながらたご飯食べる時と、うん、この画面を見ながら食べる時とが。 なるほど。はい、今日は見てないって。すみません。<laughs> 今日はちょっとですね。つけっぱなしではあるの。つけっぱなしではなくて。つけっぱなしではないですね。見てないって。って<ー> <laughs> いうことは、太郎助さんとその他の人がご覧になってくださるというか、くださってるってことですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、太郎助さんだけみたい。と、あともう一人の方。誰だろう。あともう一人の方。ミクさん、今日は出番ないぜって。<laughs> ですね。ないんだ。 はい今日は木曜日なのでああ一応木曜日夕方ちょっと喋らせてもらってますほら <laughs> 夕方喋ってるんだってそうか今も喋ってんじゃんよ <laughs> です、ね、っていうかね <laughs> まだ何一つコーナースタートしてないの<分>もう二8分充実してますね充実してるね、うん、あ、うん、そうだね <laughs> おしゃべりばっかりでもうオープニングからさあ<ー>ほら映画の話とか始まっちゃったから、はい、あのコーナーはどこへやらあの宮島さんの番組をそのまんまみたいなね、うんえー、ほらコインも入らないから一旦ライブ終了したんじゃん、はいはい、延長延長だって <laughs> まあいいや、はいはい、早速やってみたいと思いますあミクありがとうね <laughs> 早速いきましょうこのコーナーでございます チュラトーク やっとコーナー、スタートします。<laughs> 健康と美容テーマにお届けします。チュラトーク。今日はね、第一週目ということで、お肌についてのお話です。で、私、こういう喋る仕事もあるんですが、もう一つの肩書きは、エステシャンでもあるんですね。で、最近、お客様のお肌を、あの、多く触らせてもらっていて、このところ、あの、すごく感じるのは、お肌の乾燥。本当 もうね多いですお肌の乾燥があまりにも多い。でねあ,のあと U ゾーン T ゾーンっていうのはおでこから鼻顎にかけて U ゾーンっていうのは顎ですねあ、えー、と顎周りなんですけどそこのねニキビ吹き出物も多いびっくり。あのねこれね寒暖差が激しいからなんでしょうけどあの沖縄もねあのー 寒波の影響があって沖縄も非常に気温がねぐっと落ちたりしてなかなか使うことのない暖房器具であの暖房とかをつけちゃって空気乾燥させちゃってお肌がカパカパのバリバリになってたりだとかっていう状況なんですよ。であと年末年始の,あの疲れとかストレスで U ゾーンのニキビ吹き出物があの多いっていう状況がこのところ非常に多いです。であの、まあ まずそのニキビ・吹き出物なんぞやとね一緒です。まあ、要は毛穴に皮脂が詰まってしまっているもので、まあ、一般的には、えー、ニキビそして吹き出物というふうに、あのー、使い分ける明確な基準はないんですが、まあ、い,いわゆる一般的には10代でできているものをニキビといい20代以降にできるものを吹き出物っていうふうに呼んでいるんですがまあ あのーまあ、ニキビの出来具合ですよ出来方そのでニキビができる工程過程ですね過程によって使い方が分けてるニキビと吹き出物じゃあそのニキビは何ぞやっていうことですけどあの10代の成長期にできることが多いとで皮脂が活発に出やすいっていうことで T ゾーンとか胸元とかねあのー。 ほっぺにいっぱいできやすいとかこれは過剰な皮脂によるものなんですよ10代のものは あのやっぱり10代は成長ホルモンが活発になってくるのでその影響でね皮脂量も多くなってきてで毛穴からこのねあの過剰な皮脂っていうのが出てくるわけですけれども排除しきれずに残ってしまってであのお肌を守るバリア機能の表面にある角質層の角質がお肌に古くなった角質がそのまま肌の中に残ってしまってそれと混ざっちゃって毛穴に詰まってニキビができてしまうと。 いうものなんですよでその成長期がね終わってホルモンバランスが整ってくるとこのニキビっていうのが自然にできにくくなるんですねじゃあ20代以降は何ぞやと顎周り口周りフェイスライン U ゾーンと言われているところあのこれはですねあの、まあ、まず皮脂が少なくなっていること乾燥しやすい乾燥しやすい。乾燥しやすい であの、まあ、やっぱりお化粧とかやっていくうちにあの肌も硬くなって毛穴が詰まりやすくなってしまうとかあとはストレスだったり肌の生まれ変わりのリズムが乱れて遅くなったり本来剥がれ落ちるはずの古い角質がなかなか剥がれ落ちずに肌に残った状態になってたりとかあとホルモンバランスの乱れとかストレスとか睡眠不足とか。 脂っこい食生活とかそういう偏りの影響で毛穴に詰まっちゃったり刺激を受けちゃったりして、えー、できちゃうものをき出物と言ってるんですよだからできる過程というかそういうものが違うんですけど構造は一緒です毛穴に汚れが詰まったり角質古い角質が入っちゃったりして炎症を起こしてニキビができる吹き出物ができるということなんですよ。ここれらこのニキビ そして感想これらは基本的にはまずクレンジング洗顔でお肌の汚れをきちんと取り除くことがまず洗決というか、あのー、基本です、ね。クレンジング洗顔でお肌の汚れをきちんと取り除いたらすぐに保湿です。化粧水乳液、まあ、中には美容液も入れて、えー、乳液っていうこともやってください。ほんで あのニキビ吹き出物は毛穴の汚れのケアも大切です。あのやっぱり毛穴の汚れがねあの残っちゃって吹き出物ニキビになっちゃいますのであのきちっと毛穴のケアというのも大切なですのであの自分でね無理やり剥い,剥いでいくタイプっていうのは逆にお肌を痛めたり無理に剥ぎ取っちゃうと余計皮脂が出てきたりとかするのできちっと あの例えばあのエステサロンとかでねあの全体的な超音波を使ってのあの毛穴の汚れを浮き立たせて取るとかそういうことでねきちっとケアをするっていうことが大切です。であのお肌の乾燥っていうのもその角質層の角質要はあの お肌が乾燥あれはもともとお肌を守るバリア機能の角質層にある角質なんですよ。それがね乾燥するとカパカパになっちゃってかいちゃったりするとそれがは、ね、粉吹いたような状態になるあれ本来はあのみずみずしくお肌を保つためのバリアをしているものなんですよ。それが乾燥しちゃってるともパラパラと粉吹いちゃったようなあの粉。 がが出ちちゃゃうわけでですすよよそれが毛穴に詰まっちゃってるんですよ要は、ね、だからそれを乾燥して剥がれ落ちないようにするためにねちゃんと保湿をしっかりやってあげるっていうことが大切ですなので乾燥を防ぐにはやはり、まあ、汚れはもちろん取って保湿なんですがお肌のマッサージ血行を良くしてあげてそして保湿パックを週に12回やってあげることが非常に大切ですのでそうやってねお肌のケアをやってあげてください。 健康と美をテーマにお届けします「チュラトーク」えー、今日はですね第1週目ということでお肌のことについてなんですが、あのー、乾,燥やあ乾燥による吹き出物皮脂によるニキビ、えー、それから、えー、乾燥あとはストレスとかあお肌の疲れとかによる、えー このあ U ゾーンのね吹き出物とかあとは感想とかについてね、えー、どうやったら対処した方がいいよということについてご紹介しましたあ、間違えたまあいいかこの曲お届けします本当はその次の曲かけようと思ったのにエイスオブエース,ースザー sign お届けした曲は「えー、エイス・オブ・ベース」「ザ・サイン」でした本当はね次の曲かける予定だったんだけどトラック間違えましした、うん、後でのお楽しみ <laughs> さて続いてはえっ、ー、とこちらのコーナー「行く行くね?あ」あ 週末イベント場を、週末何するどこ行く?。 週末イベント情報、週末何するどこ行くのお時間でございます。さあ、明日2月3日は節分ですね。ということで、那覇市にあります、波の上宮の方では、節分祭が行われるんですね。鬼は外、鬼は外、福はわうち、福はうち。豆をね、投げちゃう。はい。 ねえ、あのー、明日なんですけれども、豆まきが行われるということなんですが、明日2月3日午前10時から節分祭が行われるということで、獅子舞のえ天地地方祭え払いなども行われるということなんですが、その後に、年男、年女の皆様によります豆まき、吹物巻きが 行われるということでございます今年年男年女の方これねいろんな各地域でも行われてますしねよくあのワイドショーとか見ると芸能界とか著名人の方々が年男年女の方たちがねよく豆まきしてますけれどもそんな感じでねあの全国各地で行われるかと思います沖縄でも、えー、波の上宮で行われるということなんですがぜひねあのこちらの方その年女年男が 巻いいてててくれる豆をもらいに行ってみてはいかがででしょうかでねこの2月3日節分そしてえー、とを境にあの年っていうのがまた変わるんで運気っていうものが変わるんですよ。新年っていうのは1月1日元日とかねありますねであとはまあ沖縄は旧暦もあるので旧暦の、えー、1月1日っていうのもありますがあの 運気とかそういう運勢が変わるというのはこの2月3日からあの立春が2月4日ですよね立春なのでそこから運気があの変わるということであのまあ今日はいわゆる大晦日あ明あが大晦日で2月4日、えー、4日は土曜日かからはまた新しい年新しい運気がスタートするというふうに言われてるんですよ。なのでいいろろと例えばよく あの運勢の本とか見ると2月4日からスタートしていると思います。なのでねあの2月3日にこう説明をして「鬼は外服は内」っていうそのお祓いをやって2月4日に新しい運気を、えー、取り込むという,うことでもあるんですよね。なのでぜひねあの皆さんちゃんとあのお家のお祓いもやっていい運気を、ね、取り込んでいただきたいと思います。 で沖縄県内では、波の上宮の方で豆まきが行われる節分祭が行われるということですのでぜひご参加されてみてくださいまた、ユーストやそれからツイキャスで全国各地でご覧になっているお聞きになっていらっしゃる皆さん皆さんのそれぞれの各あのお住まいの地域でもあると思いますのでねあの払ってでいい運気を、ね、ぜひ取り込んでいただきたいと思います。 今日は沖縄県内で行われます波の上宮で行われます節分祭についてご紹介しました。 さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。スキャットマンジョンスキャットマン ミスのチラトークお届けしておりますえっ、ー、とね先ほどお届けした曲「スキャットマン・ジョンさんのスキャットマン」あごめんなさいあのごめんなさい今ハウリングを起こさせちゃいましたすいませんあのー、ラ,ラジオネームカロスケさんから「 えーとメールが届いてるんですけど「今スキャットマンさん何してるんだろうね」っていうことで曲がかかってる間にねおしゃべりをしていたんですね。そしたら「えっとスキャットマンは亡くなったね」って「えー、生きてた亡くなったんじゃない?」っていうのがあってあのお亡くなりになったっていう記憶が私の中にはなくって。 で今調べたら「あのスキャットマン」っていうさっきのお届けした曲は53歳で大ブレイクだったわけですよね90年代に。でそれから4年後にお亡くなりになってたんですね知らなかったまあもともとね既存者っていうことで既存によるストレスをごまかすためにアルコールとか溺れるようになってたらしいんですけれどもまあでもねブレイクあの奥様の 手助けって更生してで、えー、とアルコール依存からも脱出できてっていうところで,でそれでね、まあ、ジャズシンガーでもあったということなんですけれどもそしてねあの、まあ、53歳でスキャットマン・ジョンの「スキャットマン」っていう形で。 大ブレイクですよねもうコマーシャル日本のコマーシャルなんかにもご出演されて歌ってっていうところだったんですがあんなブレイクから4年後にお亡くなりになってたんですねちょっとびっくりしましたまだあのご活躍をねされているかと思っていたのでうんでね私あのあのそういう何て言うんでしょう いろんんなな曲とか聴くのがめちゃめちちゃゃ好きなんですけど最近ちょっとね嵐と星の源だけにはまってしまって他の曲はあまり聴かなくなってたっていう状況もあるんですが久々にいろんな CD を引っ張り出してきて聴いてあやっぱり「あーやっぱロックめっちゃ面白いや」と思いながら久々にロックガンガン聴いたりとかしてたんですけどあのいろんなエピソードが出てくるのでまたこれまた面白いなと思いながらああ ね、スキャットマンもこういう歴史があったんだっていうのも今ちょっと調べてああそうだったんだっていうのでねそういういろんな人のねこう歴史を見てでそういうことでこの曲が生まれたんだっていうことをね知っていくだけでも面白いですよねそういう音楽を楽しむっていうのもいいなと思いながら今改めて思った次第でございます。さあ、えー、とタロフスケさあんんから、ね、メッセージがが届いていてるんですが何々、えーとえーとあ 見てもらおうかないや太郎ケさん基本的に肌きれいだよ。と思う。うん、<laughs> で、えー、っと私ねあの室内のスピーカーがねスタジオスピーカーがなんか不具合で音が出ないので自分のヘッドホンをねちょっとボリュームを上げてあのマイクの付近であの置いてたのでさっきからちょっとハウリングを起こしてるのはそういうことだったんですけどでそれってちゃんと歌声って聞こえてる私の歌声ってことじゃないよね。 あのちゃんとあのどんな曲をかけてるみたいなことをなんとなくかすかに奥の方で聞こえるような感じでお届けしてたんですが聞こえてましたでしょうか大丈夫でしたでしょうかねそのことですよね聞こえてるってよかったはいえっ、ー、ときっとこの歌で血圧上がりすぎちゃったんだよっていや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 歌ってプチっていくっていうことはないと思います大丈夫です <laughs> なんというなんというあの太郎介さんご回答でびっくりしたまあいいやはい とということで、ね、お届けしてきましたミスのチュラトークもうエンディングがかかっておりましてやっぱり「久ガニクってば」今週の「久ガニクってば」毎週一番最後のコーナーだけ、ね、あのぶっ飛んでしまうんですがねいいや、はい、<laughs> 今日も、ね、お聞きいただき本当にありがとうございました時が過ぎるのは早いねなんていうお話をしたかんだと思えばもうこの番組もあと、えー、あとあとってあと 2分20秒しかないという状況ですけれどもね、あっという間でございました。で、えー、今日オープニングで話した、あのこの昼ラジオビメンバーで火曜日にランチをしたんですけど、私一人だけある事件があって遅れてきたんですよ。で、それは何かということで、よく知っている太郎介さんあの、その子さん、毎週金曜日担当のその子さんのフェイスブックを見てご覧になって、 ね、あのお分かりだと思うんですが「あ今日は忘れてないですか?」というツッコミのメールをいただきましたメッセージを頂きましたえあのねそのドレスダイナーに向かうためにこう車、ね、着飾って車を運転して向かってたんですで途中まで進んだ時に何か胸元がスースするなーと思ってでこう。 赤信号でね止まってて自分のおっぱいを触ったらノーブラだったんです <laughs> いかんだろ <laughs> っていうことでまた家に戻って、えー、ブラジャーをつけてランチ会に参加しましたそんな珍事件ですなので遅れましたというね <laughs> そんなお話ですよなのでねもう「昼帯メンバーはあ みすずはブラジャーをつけずに、このランチ会に向かってたんだ。最初、みたいな、それを知ってたわけです。<laughs> 今日、ちゃんとやってます、忘れずに、ちゃんとつけてますよ。スースーしてません。あの、しっくりしっくりじゃない。なんていうの、締め付けられてる感がきあります。<laughs> 皆さん、ブラジャーやパンツをつけ忘れないように気をつけてくださいね。忘れるかって。 はい。すいません。最後のエンディング、こんな、こんなトークで終わってしまいました。ほんとすいません。この時間までお付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は、沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供でお送りしました。か他、各社の協力でお送りしました。また来週です。さようなら。